じゃあお寿司いただきます。いただきます。なんだ猫、あ、窓開いてる。はじやはじや、え、もうなにこれ、いないいないいない、なんでプリ姫が始まるよ。最後まで見てね。いつもあればいいよ。ゆめちゃん、はい、あ、ゆめちゃん、え、あ、お腹減った。あ、そろそろ減ったかもしんない。よし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 、あのさ、お昼どうするよ。今日もう姫ちゃんお休みじゃん学校。うん。多くはねまだ学校なんだけど、どうする？へえ、何食べよう。どうしよう。カレー？カレー。お寿司どう？あ、めっちゃお寿司の気分になった今。ね、よしじゃあお寿司食べよう。お寿司食べよう。あ、それ多くん怒るかな。行くか。行くか。だって給食食べてるでしょ。また帰ってきたら、あのね、うん、あの夜ご飯多くの好きなのにしようよ、うん、ね、じゃあお寿司出前取りましょう。やったー、ふぅー、はい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 、お寿司来ましたよこれ。すごい、ふぅー、めっちゃ美味しそうこれ、うん、寝してるかよ。すごい、よし、じゃあね、もう多くもね、うん、もういないからしょうがないね、うん、学校でね、給食食べてることだし、うん、ね、それではお寿司いただきます。いただきます。え、なんだ猫、もう食べよう食べよう。猫の声でしたね。お腹止まらない。いろんな、いろんな、あっち、まあ、いっか、いろんなね、お寿司あるから、うん、え、卵もある。どれがいい、好きなの好きなの、まず、じゃあマグロかな。マグロにしようっと。なんか、イカかな、いかにしよう、うん、よし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 、もうお腹減った ね、いただきます。いただきます。うん、いや、明らかにおかしいぞ、猫じゃないぞ。うん、ふわーって言った。近く、近くから聞こえた。ちょっと、なんかいるんじゃない。コチョ、コチョ、いや、コチじゃないか、猫っぽかったよね。うん、ふわーって。え、玄関開けっぱなし、なんか入ってきた。ちょっと近く、見に行ってみよう。うん、なんだ、地下だよね。うん、地下から聞こえる。真っ暗だぞ。気づいてないじゃん。なんかいる？つけるよ。わ。こっちか？誰かいる？いないな。あ、なんだ今の、わーって言ったの。なんだ、あ、窓開いてる。びっくりした。動物入ってきてないの。開いてないな。うん、開いてない。じゃあ何の音だったの今の。気のせいか。でも私たち聞こえたってことは気のせいじゃないんじゃない。今、上で足音したの。トト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 トって、え、走るような足音、人間のこんな感じ。オーク、いや、オーク帰ってきてないって。誰かいるんじゃない。おい、上行ってみる。うん、お寿司まず食べてから考えるか。うん、お腹すいた。よし、もうお腹減ったね。うん、お腹減った、腹減った、うん、よし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 、お寿司食べよう。何だったんだろう今の音ね。うん、シーンとしてるよね。ね。うん。じゃあお寿司食べるか。うん。お腹空いた。うん。じゃあさっきお醤油つけたよねパパ。いっか。ね。え？待ってマグロ？いや、ここに戻した戻した戻した。私も。ちょっと待って、これ減ってない？減ってない？これ減ってるよね、ここと、うん、ここ、あ？え？食べた？いや食べた？いや食べてないと思うよ。私たちまだ食べてないと思う。うん。だって音がしてすぐ地下に行ったもん。なんだ？さっき食べてトトトトトトって足音した？誰かが食べたってこと？こと？
いや、食べよう。もう、とにかく食べよう。お腹減った。どれにする、どれにする。やっぱもう、じゃあもうまずまたイカ食べるわ。最後の1個じゃん。うん、ほんとだ。ねえ。じゃあ私、中トロ。お、いいね。いってきます。これがうまいねよ。ね、うん。絶対おかしい。また近くから聞こえた。ちょっと待って、ちょっと待って。急いで、急いで見に行こう。さっきゆっくり行ったじゃん。うん、なんかいるぞ絶対。はい。あれおかしいな。何もいなかったぞ。え？何だったんだ。あ、ゆめちゃんこっちどうぞ。うん。パッと行ったのにね。うん。すぐ行ったのに何もいなかったよ。食べようか。え？待て、ない。白いのない、イカ。ほんとじゃん。こんなお箸の置き方してた？してない。なんかずれてない？これもずれてない？ え？ちょっと待って、なんかこの辺ちょっとあったかい。あったかいぞ。じゃあさっきまで誰かいたってこと？なくなってんじゃん、これ。え？え？ 2 巻、4巻もなくなった。は？これ絶対誰か食べてきた。あ、これ食事が系でミステリーじゃない？え？食べようとしてファンって言うじゃん。うん、で見に行ったら、これいつものパターンじゃん。久々？久々もしかしてこれ。せっかく。ちょっと待って、作戦、作戦。捕獲しよう、捕獲しよう。うん。食べようとしてファンって言うじゃん。うん。で、すぐ来よう。あ、これ早かったか？パパッと来たもんね。あ、これカメラさ、このままにしとこう。あ、確かに。何か映っているかも。うん。よし。だっていつもさ、下に行くときカメラ持っていくからさ。ねえ。ひめちゃん、ちょっと、マグロじゃない、サーモン行こうよ、サーモン。うん。サーモン。これで、食べようとしたら、カメラもこのままね。うん。よしよしよし。よし。行くよ。絶対ファンって言うからね。うん。はい、いただきます。いただきます。ほら、よし、これで置いといて、うん、ね、このサーモン置いといて、このまま何か映っているかも。よし、行くぞ。いやー、誰もいなかったな。いなかったね。ねえ、やっぱおかしい。よし、じゃあこれカメラこっち。うん、確認してみよう。ここね、うん、映ってるね。よし、確認しよう。うん、よしよし、じゃあこのカメラ、うん、ね、見ようぜ。誰か食べれるよ。待ってよ、再生押すよ。はい、行きます。うん、用意スタート。うん、パパたちいなくなったね。うん。何これ？緑色。めっちゃ早い。刺さってきた。何これ？あれ、いなくなった。え？めっ。え？めっちゃ早くない？もう一度見るよ。はい、スタート。はっや、はっや。え？もう。何これ？いない。なんで？めっちゃ早っ。はぁ、緑。はぁ、人間なんだ俺。ちょっとスローで見てみよう。うん、早いね、早いね。え、スローにしたのにめっちゃ早いぞ。はっや、なんだ俺。超スローにしようよ。あ、超スロー見えるかも。うん、よーい、スタート。え、これカッパじゃん、ウィーとかって。あー、食べてる食べてる。私のお寿司。サーモン食べてる。サーモン、これカッパのせい？カッパが来てる。これ何、このほっぺプリンのカッパ。ちょっと待てよ。作戦、どうするこれ。捕獲しよう。あのね、カッパってキュウリ好きじゃん。ああ、好きだ。形は似てる。バナナね、バナナ形に似てるでしょ。うん、多分ね、カッパね、バナナ食べるとうーって苦しむと思うんだよね。うん、だからバナナのね、輪切り、あの薄く切って、このね、お寿司の中に入れといて、あ、食べようとしてファーンって入ってさっていくじゃん。うん、そしたらカッパが来るでしょ。うん、でバナナ入りのお寿司を食べます。そしたらうーってなってるから、そこに今だガシッ捕まえる。捕まえるしかないよね。天才。うん、よし、じゃあバナナ仕込んでいきましょう。はい、よしよしよし。危ない。大丈夫。バナナの輪切り。輪切りにしてきました、バナナ。これね、皮
取ってね、こうじゃん、こうじゃんね、それでね、こうじゃん、こうじゃん、うわ絶対合わない、こうじゃんね、葉っぱはねバナナが嫌いなのよ。ちょっとお手で失礼します。葉っぱが食べるやつだからいいよね、うん、ほらこれでバナナ炙り中トロね、見えるかな、絶対美味しくない。ちょっと待って、食べようとしたものを食べていくから、パパこれ食べようとするわ、ね、ちょっとごめんね、これ油すっごい、ティッシュないか、ブヒよしよしよし、なにブヒって、ブー太郎、誰、え、ちびまる子ちゃんでいなかった、あー口がとんがってる人、ほっぺぐるぐるで、あよし、じゃあ行くぞ、カッパ捕獲大作戦、いきます、スタート。じゃあパパだけでいいんじゃない、あ、確かにね、うん、めっちゃ食べるね、カッパって、はいよ、人間のもの食べれるんだ、ね、普段からその辺にいるんだけど、高速すぎてみんな見えてないだけじゃないか、あ、そういうこと、うん、じゃあバナナ、バナナ中トロ炙りいきます、いただきます。捕獲するぞ、捕獲するぞ。ちょっと離れて近くにいよう。あ、そうね。隠れて。さっと。うーって聞こえたら、今だーってガーッと来よう。よしよしよし。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 離すな、離すな、高速で動くぞ、高速で動くぞ、これカッパ、カッパ、これ、これお前なんで寿司食べるんだよ、なんで寿司食べるんだよ、お腹いっぱい、え、口の中いっぱい、じゃあもうた、うん、全部、全部食べな、ちゃんと捕まえて、捕まえて、逃げちゃう、逃げちゃう、このカッパめ、お寿司食べて悪さするのか、また悪さするのか、お前はこれ、うん、早く全部食べて、無理、バナナ苦手？じゃあバナナだけ取ってあげようか。え、そんなことあり？あ、あ、無理だ。無理だ。全部食べて。もったいない。一番多分ね、高い熱だから。全部食べて。もったいないよ。いけ。逃げる気じゃないこれ。え、演技かも、演技かも。演技かも。騙されちゃった。うん。演技じゃない？ガチっぽいよね。めっちゃオブプリになってんじゃん、これ。今のバナナでもう弱ったかな、ああ吐き出させてあげる、だけど弱った、吐き出す瞬間にすぐまた逃げちゃうかも、もう動けない、よし、じゃあちょっと失礼、ちょっと出してるところは見ないでね、うえカッパこれ、ほら、なんで寿司食うんだよ、人のこのカッパ返して、ほら、わーい、僕たち兄弟いるんだ、喋ったぞ、え、日本語喋れるの、兄弟がいるの、120人の兄弟がいるの、じゃあ120人悪いのがいるってこと、絶対逃がすな、絶対逃がすな、お腹を空かせて待っているんだ、誰が、兄弟、僕の弟や僕の妹、ちっちゃい、え、ちっちゃい、ちっちゃいの、小人ガッパ、え、じゃあその子たちがお腹を空かせているからお寿司は食べてたの、そういうこと、え、だって口の中入れたらどうやってもお腹の中に入れて持って帰るの、え、お腹の中に入れて、で、またさっきみたいにブーって食べたってあげるの、ブーってどうぞーってやるの、切ったな、持って帰るの、最初まず味見して美味しいかどうか確認してから持って帰るとしてたの、じゃあこのカッパ実は心優しいカッパなのかもよ、兄弟思いの、うん、ねえ、だけどさ、食べちゃダメじゃん人のもの、うちの食べ物買って持っとって、うん、もう何日も食べてないんだ、えだから見逃してくれ、見逃すな、見逃せないよね、うん、あれ高価なもの、高価なものくれるの、カッパの、カッパのお宝をくれるの、このお寿司美味しいから持って帰りたいんだ、見逃してくれたらお宝あげる、お宝
からってどんなやつ、うん、キュウリ、ゴールデンキュウリ宝石宝石え宝石ってこれエメラルドじゃない、エメラルド緑の宝石って言えばエメラルドでしょ、どれぐらいの大きさ、ほら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 、それ言ったらさ、うん、お寿司いっぱい食べれるじゃん、ほんとだ、天才、うん、お寿司のなんか1万人前とか2万人前でも余裕で食べられるね、うん、本当にくれるの、うん、これ持って帰ったら、うん、ほんと、うん、回らないお寿司屋さんとか行けるじゃん、ねえ、じゃあ2人とも待ってて、うん、じゃあ取ってきて取ってきて、楽しみ、うん、ちゃんと戻ってきてね、心は優しいカッパだったね、うん、兄弟思いの、うん、けどね、人のものを勝手にね、黙って食べちゃダメだよね、うん、それはダメだよ、だけどエメラルドもらえるんだって、こんなって言ってた、こんな、うん、でも一生暮らしていけるんじゃない、ねえ、何百人も一生暮らせるんじゃない、うん、やった、内緒にしとこう、どうしようどうしようどうしよう、その女お金あったらどうしよう、海外旅行行く、あ、行きたい私、ね、え、行ったことないから行きたい、世界のディズニー回ったら、確かに、ね、カリフォルニアディズニーとか行ってみたいんだよ、ね、うん、いいじゃんいいじゃん、よしよしよし、いやあとなんかいろんなことできるぞ、どうしよう何しよう、ね、なんかカッパ、そう、そこは遠いんじゃない、遠いんじゃない、もう30分ぐらい経つ、うん、お家遠いのか、そういうこと、ね、あの川の中だから、川の中なのかな、知らないどこって言ってた、なんか言ってた、いや、何も言ってなかった、もうちょっと待ってみよう、そう、ね、寝てたカッパ1時間以上経ってるけど、マジ、え、あのカッパさ高速で動いてたよね、うん、お家までパッパッと帰ってこれるんじゃない、確かに遠いんじゃない、めちゃめちゃ、そんなになんか、あれ、その人多かったらわざわざここまで来なくなる、ちょっと待てよ、これうちら騙された、もしかして嘘でしょ、騙されたんじゃない、やられた、お寿司持って帰るわ、見逃してで帰ったよね、うん、お宝は全然来ないよね、うん、100% 騙されてるね、もうお腹減ったカッパお寿司食べたかったな、カッパにお寿司盗まれた、動画も